人々は人々は前に盲人であった人をファリサイ派の人々のところへ連れて行ったイエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであったそこでファリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた彼は言った あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。ファリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから神のもとから来たものではないというものもいれば、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうかというものもいた。こうして彼らの間で意見が分かれた。 そこで人々は盲人であった人に再び言った。目を開けてくれ,とくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼はあの方は預言者ですと言った。それでもユダヤ人たちはこの人について、盲人であったのに目が見えるようになったということを信じなかった。ついに目が見えるようになった人の両親を呼び出して、訪ねた。 この者はあなたたちの息子で生まれつき目が見えなかったというのか、それがどうして今は目が見えるのか。両親は答えていった。これが私どもの息子で生まれつき目が見えなかったことは知っています。しかし、どうして今目が見えるようになったのかはわかりません。誰が目を開けてくれたのかも私どもはわかりません。 本人にお聞きください。もう大人ですから、自分のことは自分で話すでしょう。両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでに、イエスをメシアであると公に言い表す者がいれば、街道から追放すると決めていたのである。両親が、もう大人ですから、本人にお聞きください。と言ったのはそのためである。 さて、ユダヤ人たちは盲人であった人をもう一度呼び出していった。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私にはわかりません。ただ一つ知っているのは目の見えなかった私が今は見えるということです。 すると彼らは言った。あの者はお前にどんなことをしたのか、お前の目をどうやって開けたのか。彼は答えた。もうお話したのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですかあなた方もあの方の弟子になりたいのですかそこで彼らはののしって言った。 お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。我々は神がモーセに語られたことは知っているが、あの者がどこから来たのかは知らない。彼は答えて言った。あの方がどこから来られたか、あなた方がご存じないとは、実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに。神は、 罪人の言うことはお聞きにならないと私は承知し私たちは承知していますしかし神をあがめその御心を行う人の言うことはお聞きになります生まれつき目が見えなかったものの目を開けた人がいるということなどこれまで一度も聞いたことがありませんあの方が神のもとから来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです 彼らは、お前は全く罪の中に生まれたのに、我々に教え屋というのか、と言い返し、彼を外に追い出した。 それではお祈りしましょう。天のお父様、今どうぞあなたがこの御言葉を私たちの前に開いてくださり、精霊の光によって照らしてください。私たちが頭で理解したことを心で受け止め、そして手の技で表すことができますように、キリストイエスの皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日の御言葉はですね、前回の続きですね、えー、この 生まれつき目が見えなかった男性がイエスキリストによって癒されたという素晴らしいイエス様の働きを表している箇所ですでこのところで何がポイントだったのかなというとですねイエス様に対して弟子たちがこのように聞いたんですね、えー、この人が生まれつき目が見えないのはこの人が罪を犯したんですかもしくはこの両親が罪を犯したんですか誰が罪を犯したんですかっていうねこの質問 えー、しかし、イエス様はそのように、その、えー、どのように答えたかというと、本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためであると言ったんですね、えー。これは結構ですね、当時の価値観からしてみたら結構びっくりする、えー、理解することの難しい答えだったんですね。で、これをあの説明するときに、どのように説明したかというと、この聖書の世界観とは何なのかというと、 この三つのことを聖書は同時に真理であると教えているんですね。この世界っていうのは壊れている。先ほど私たちがお祈りしましたように、私たちは欠陥がある。またこの世界にも欠陥がある。この世界はこんなはずではない世界である。というのが一番目。二つ目は、神様は善能なお方。神様はどんなことでもすることができる力のあるお方である。そして三つ目は、神様は完全に良いお方。神様の中には全く暗闇がない。完全な光しかない。罪がない。 嘘をつくことがない、えー、素晴らしい、良いお方であるというのが、この聖書の教えている3つの真理なんですけれども、なぜこの真ん中にクエスチョンマークがあるかというと、それはこの3つのことが同時になぜ矛盾せずに成り立つのかということが私たちには分からないからです。これは前回詳しくお話したので、もし、えー、復習したい方は前回のメッセージのビデオをぜひ見てみてくださいね。そして 私たちがこのクエスチョンマークの中を歩むことが実は信仰なんだよということをお話しましたね信仰っていうと何かすべてのことが分かってああ私はもうすっきりしましたっていうのがあたかも信仰のように聞こえるかもしれないんだけれどもしかし実は本当の信仰の歩みっていうのはどういう歩みかっていうとそれは分からない中を信頼して歩く,歩くっていうのが信仰なんですよね逆のことを言うと私たちがもうすべてのことを分かっているならばすべて白黒ついて クエスチョンマークが全くない世界に生きているならば、私たちには信仰は必要ないということですね。信仰の必要性がないということです。分からない。なんでなんだろうなんでこうなんだろうその時にこそ私たちは神様を信頼するあ。神様の考え、神様のご計画っていうのは私たちの考えや私たちの理解をはるかに超えた高いところにあるんだ。そしてどんなことがあったとしても神様は良いお方なんだ。 っていうこのここを信頼するということです。僕が、えー、カウンセリングをしたり、多くの相談を受けたりする中で、また聖書の中で典型的なパターンは何かというと、それはものすごい苦しみやチャレンジや、えー、困難を受けたときに、多くの人はこの3番を否定したがるんですね。そのような誘惑にかられますあ。神様は私を呪っているんだ。神様は良い方じゃないんだ。神様は私を罰を与えているんだ。神様は良いお方じゃないんだ。 っていうふうに否定したくなる。そういう誘惑がとても強いです、ね、しかし、信仰を持って歩むっていうのは何か、それはどのような困難があったとしても、神様は良い方である。神様は誠実な天のお父様であるということを信じて信頼して歩くことなんだよ。このクエスチョンマークがなくなることじゃないんだよ。信仰の歩みっていうのは。別の言い方をすると、私たちには資格があるということですね。はい。 資格というのは誰でも持っています。資格を持っていない人はいません。私には資格がありません。と、もし皆さんが思うならば、それがあなたの資格です。ということですよね。すべての人は資格を持っているから。えー、そして、多くの場合、私たちの、えー、希望というのはどこにあるか。神様が私たちに与えてくださっている希望、喜びってどこにあるかというと、実は私たちの資格の中にあるということが多いんですね。その良い例がイエス・キリストです。 この生まれつき、目が見えなかった男性にとって、まさかイエス・キリストが自分を癒してくれるなんて想像もしてなかった。自分が癒されるなんていうことは彼の視覚には入ってなかったわけです、えー。彼の完全に視覚の中にあっ,たわけですあったわけです。そんな希望を持つこともできない。考えることもできない。しかし、突然イエス・キリストが弟子たちと自分の前にやってきて、そして自分を癒してくださる。自分が 考えつかないようなことを神様はしてくださったわけですよね。またイエス・キリストの十字架もそうです。イエス・キリストの十字架がまさか私たちの希望の源になるとは、まさか十字架という最も恐ろしい、最もグロテスクな、見せしめの刑をするローマ帝国の道具が喜びと愛と希望の証になるとは誰も考えていなかったわけです。いいですかですから、多くの場合、神様の 希望や神様の良い知らせっていうのは、私たちの資格の中にあるんだよ、ということも皆さんと共にお話ししたわけですね。ですから、資格があるっていうことを私たちは憂いる必要はない。資格があって当たり前。そして、私たちの希望っていうのは多くの場合、資格にあるんだ、ということを考える必要があるんですね。特に私たちが苦しいとき、追い詰められているとき。えー 何人も私は僕はあのー、自殺を考えていますどうやったら楽に死ねますか早く死にたいです死に方を教えてくださいっていうような、えー、自殺を志願される方とお話しする機会が多いんですけれどもその方たちっていうのの共通点は何かっていうとそれは自分の目に見えることだけに頼って物事を判断してるて、まあ、言い換えるとそれだけ追い詰められてるんですよ、ね、追い詰められるっていうのはどういうことかっていうとそれは自分の目で見えることだけしか それでしか判断ができない。もうこの、なんていうんですか、視界が狭くなっちゃうんですよね、追い詰められると、私たちっていうのは。そして視界が狭くなってしまうと、自分に資格があるということが分からなくなる。そしてましてや、自分の資格の中に希望や良い知らせがあるとは思えなくなってしまう。そのような傾向があるかなというふうに思います。さあ、今日のお見言葉をですね、具体的に見ていきたいと思うんですけれども。 先ほど言ったように私たちの元でし信仰感というのは何かそれはクエスチョンマークの中を信頼して歩んでいくことなんだよそして自分が資格があるということを認め資格の中に希望があるということを認め信頼して歩むということですよね今日の聖書箇所の中ですごく特徴的なことは何かというとそれはファ,ファリサイ人とかファリサイ派って呼ばれている人たちが出てきました で彼らがどのような信仰感を持っていたかっていうことを今日の見事から考えてみたいと思います。ファリサイ派の人々っていうのはどういう人々だったかというと、えー、もうこれは聖書の中に何度も何度も出てくる人たちですよね。ユダヤ人の超エリートです。そして厳格な教えの中でものすごく排他的な人たちでしたね。立法的な態度。立法を守らなくちゃいけないんだ。で他人には言っておきながら、実は自分は守ってなかったりした。偽善 っていう言葉がありますけども、偽善的な人たちだった。だからこそイエス様は、このファリサイ人たちにものすごくあからさまに対立をしてますね。彼らを批判しています。イエス様が最も批判したのはファリサイ人と呼ばれる人たちでした。そして彼らの罪だったんですね。で、今日の見言葉から見えることは何かっていうと、それはファリサイ人たちがどのような間違い、どのような罪に陥っていたのか。そして私たちは、他の人の間違いから学ぶってとても大切ですよね。 彼らがどのような間違いをしていたのかということから学んでいきましょうえ。結論を一言で言います。彼らの過ち、彼らの間違いは何だったのか。それは自分には資格がないと勘違いしていたことです。私には資格がありません。という態度ですね。えそれはこの写真がよく表しているかなというふうに思います。え皆さんこの 自転車でだと思うんですけど、自転車にもこれ、すごいたくさんミラーついてますよね。なんでこんなミラーつけるんでしょうかそれは、資格を少なくするため、資格がなくすためなんですけれども、しかし、こん実用的ですかこんな自転車乗れますか安全に。乗れないですよね。危ないですよね、むしろ、こんな自転車があったら。実用的でも現実的でもない。ファリサイ派の人々っていうのは、同じように神様の当時の立法 法というものを独自に解釈して、細かくですね、人間の理解で厳しいルールを付け足していったんですね。そして人々をがんじがらみにしていった。そしてそのルールっていうのはもはや実用的でも現実的でもなくなっちゃったんですね。それの一つのいい例が、安息日というルールですね。当時、安息日っていうのは、週1回必ず休まなくてはいけない、働いてはいけないっていう、まあ、そういう教育精確かにあるんですね、そういう教えは。 でも、じゃあ、働きって何なんですかっていう細かい細かい規定をファリサイ派の人々は、えー、決め始めたわけです。働きとは何なのか安息日に働いてはいけません。じゃあ、働きって何なんですか例えば、物を持ち上げることは働きです。じゃあ、その物って何を持ち上げちゃいけないんですかスプーン1杯分の、えー、重さ以上のものを持ち上げたら、それはもう働きです。だから、スプーン1杯以上のものを持ち上げちゃいけませんとか。 子供を抱っこすることはそれはものを持ち上げることと同じだから子供を抱っこしちゃいけませんというようなそんな細かい決まりが何百個もあったんですねそして安息日の日にしちゃいけないことの一つは医療行為人を癒やすこと治療すること手当をすることはいけないっていうふうに決められてたわけですねでその細かい細かい規定が実は本末転倒で逆に人々を苦しめていた 人々はそのことから神様にある自由や愛や喜びっていうものを感じることができない。希望を持つことができないわけですね。現実的でも、また実用的でもないルールでがんじがらめになっていた。この自転車が全く、えー、現実的でも実用的でもないようにっていうことですね。そのことをちょっと今日見ていきましょうか。どのようなその自分には資格がないんだという態度が 出ているか今日の見事の中でですね、まず見ていきましょう、えー、13節13節の中で、えー、目が見えるようになった男性を尋問するんですね、パリサイエビティの人たちが。で、えー、そこで言っていることは何かというと、えー、どのようにしてあなたは見えるようになったのって、なんていうか尋問みたいな感じなんですよ。なんであなた今見えるの でも普通だったら、それ言う前に言うことありますよね。それ言う前に言うべきことは、ああ、あなたずっと生まれた時から目が見えなくて、やっと見えるようになってよかったね。って言うのが本来、まず言うべきことじゃないですか。本当にそういう心があるならば。しかし、ファリサイ派の人々はそのようなことを言う気配がない。むしろ、あなた、安息日ですよね。この安息日の日に癒されたってどういうことって。なんでそういうふうに。 どうして見えるようになったのって、まずそこからいくわけですよもす。もう質問っていうか、その会話の出発点からも違うわけですね。何かおかしいですね、このファリサイ派の人々の態度。そして16節を見ていきましょう。16節を見ると、えー、今度は、えー、イエス・キリストとは何者かっていう議論に発展しておくわけですね、この論争が。これはもうあの7章、8章を見ていく中でも、中心的な議論です。イエス・キリストは何者か。で、このファリサイ派の中の人々には、 イエス・キリストが何者かっていう中でもう決めつけている人が多かったんですね。はい、見てみましょう。この人は、その人は安息日を守らないから神のもとから来たものではない。はい、これ決めつけです。私たちの理解している安息日という、また私たちが勝手に、えー、作り上げたルール。でもこれを守らないっていうことは、 私たちには資格がないんだから、私たちの作ったルールは正しいルールなんだから、それを守らない人は神のもとから来るわけがないと決めつけてるわけですよね。この決めつけっていうのはどういう時に起こるか、決めつけとか思い込みっていうのはどういう時に起こるかっていうと、それは自分には資格がないっていう前提があるからですね。自分にもし資格があるならば、自分には分からないことがあるっていう謙虚な 姿勢を持つことができるならば、そのように決めつけとか思い込みっていうことは起こらないはずです。えですから、パリサイ派の人々の中にもですね、こういうふうに言う人がいたんですね。どうして罪のある人間がこのようなし印を行うことができたのだろうか。はい、これはもう少しちょっとトーンダウンしたというか、えちょっと謙虚な意見ですよね。ですから、パリサイ派の人々の中にも、やっぱりいろいろな意見があったみたいですね。この人は神のもとから来たものではない。 と決めつける人たちしかし、えー、いや、でもどうしてこの人がこんな印を行うことができるんだろうか、神様のような働きをすることができるんだろうか、と、そういう印象を持った人たちもいた。ですから、実はファリサイ派だからといって希望が全くないわけではないんですよね。ファリサイ派の中にもイエス様に対して好意的な人というのはいました。例えば、三章で出てきたニコデモという人がいましたよね。ニコデモっていうのは ファリザイ派の人だし、また、えー、このあとで、えー、歴史の上では後で登場する師とパウロ、師とパウロもファリザイ派出身です、はい。それでは18節見ていきましょう。18節、えー、それでもユダヤ人たちはこの人について盲人であったのに目が見えるようになったということを信じなかった。 ということ自身を今度はは彼らは否定し始めたんですねですから彼らの自分には資格がないんだという態度は次にどのようにして現れたかというと真理を否定するという結果になったんですね。真理を否定する。自分の理解ではこのイエスというやつが神から来たということはありえない。だからイエスが癒しを行うという良い働きなんかできるわけないんだという思い込み決めつけ。 ということは、そもそもこの男性は最初から目が見えていたに違いない。そもそも生まれたときから盲目だったんじゃない。最初から見えていたんだというふうに決めつけたわけですね。事実をねじ曲げた。真理を否定したんです、ね。いいですか自分の思い込みや決めつけっていうことが実際の心理や事実に矛盾するな っ分かったら、普通の考えでいけけばあ、自分のの思い込みや決めつけが間違っっててたんだってなりますよね、普通の人は。はい私はこう思ってたんだけどそれは勘違いだったんだ。じゃあ自分の今の考えていること思っていることを修正しようっていうふうになるのが普通なんだけれどもしかしファリサイリ再采配の人々は、えー、もうこの自分の考えっていうのは凝り固まっちゃってるんですね。 そして自分の間違いを訂正するのではなく逆に事実をねじ曲げるということをしました。自分の思い込みや決めつけに合うように真理を否定した。さらにそれだけではありません。22節。両親がこう言ったユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に表す者がいれば、 街道から追放すると決めていたのであるということで彼らは自分のその勝手な思い込みに賛成しない人は迫害してしまえっていうことをもう決めてたんですよね。盲目だった男性の両親に一応事実確認をしようかということで、えー、彼ら両親に話を聞くんだけれども両親はその迫害が怖くてはっきりと本当のことを言うことができないっていうね。 いいですかな,なぜならば、本当にイエス・キリストが神から来た方であるということを言ったらば、街道から追放されてしまう、まあ、コミュニティから村八分にされてしまう、そのようなことを恐れていたんですね。ですから、ファリサイ派の人々はいいですか、えー、自分が事実を認めないだけじゃなくて、事実を認めたくないから真理をねじ曲げる、それ、真理をねじ曲げるだけではなく、 それに準じない人は迫害するっていうことまでやっ,てやっていたわけですね。26節、さらにさらにどんなことがあったかというと、さらに尋問は続いてますね。あの者はお前にどんなことをしたのか、お前の目をどうやってあげたのか。彼は答えた。もう話したのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですか。ということで、 彼らの特徴は聞く耳がないんですね。自分の思い込み、自分の決めつけに固執している人は聞く耳を持ちません。なぜかというと、自分の思い込みや自分の決めつけに固執したいから、そのことを否定したくないからですね。聞く耳を持たなかった。28節を見てみましょう。28節、そこで彼らはののしって言った。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。 と言って、今度はですね、モーゼを引き合いに出すんですね。これは何をしているかというと、えー、肩書きやタイトルというものを強調しているわけですね。俺たちはモーゼの弟子だぞ。だから間違ってるわけないだろうっていうのが彼らの論調です。これはよくある、えー、権威に訴えるという間違いですね、えー。論理的な間違いっていういくつか、えー、logical fallacy っていうんですけど、英語だと。 それでいくつかあのカテゴリーがあってそのうちの一つが、えー、権威に訴えるっていう間違いですそれどういうことかっていうとああこの先生は博士号を持っているすごい先生なんですその先生がこう言っていますだからそれは正しいんですっていうとなんだかおおそうなのかそれは正しいのかなって思いますよねしかしそれはただ単に権威に訴えているだけでそれが本当に正しいかどうかは分かりません 専門家であっても、博士号を持っている人であっても、意図的に嘘をつくことはあるし、また事実を言わないことがあるし、また間違えるっていう可能性は十分あるわけですよね。ですから、権やタイトルに訴えるっていうのは、えー、とても気をつけなくてはいけない論調なんですね。もちろんそれをしちゃいけないっていうわけではないですけれども、あのえー、物事を引用するという意味では、えー、必要なときももちろんあります。しかしか、えー 何々先生がこう言っているからそれが正しいんだっていう自動的にそうはならないということです。必ずそこに本当にそうなのかなっていう吟味する、えー、プロセスを必ず持たなくてはいけないわけですね。鵜呑みにしてはいけないということです。剣や肩書きの振りかざす人に対して。ですからそれは私たちも気をつけなくてはいけないことですね。クリスチャンとして。はい。 それをまさにファリサイ派の人々はしました。私たちには権威があるので、私たちはエリートなんだよ。お前は違うだろう。だから私たちの言ってることが合ってるんだ。はい、さらに続きます。33節。あの方が神の元から来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです。彼らは、お前は全く罪の中に生まれたのに、我々に教えようというのか、と言い返し、彼を外に追い出した。 とということでなんとなんと彼らはこの生まれつき盲目だった男性に暴言を吐き罵り彼らを裁きそして排除するっていうねこれもひどいですよね本当だったらああ癒されてよかったね私たちも嬉しいよ本当によかったねって言ってあげるべきところをなんと最,後最終的には彼らは彼を罵り裁き排除するという結果になっていました 皆さん、ここまで考え聞いてみてどうでしょうかこのファリサイ人たちの態度、信仰感。これは何かに、えー、共通することがあるなというふうに思いませんかこれ何に似ているかというと、これはサタンに似てるんですね。サタンが今までやってきたこと、悪魔の手口とそっくりです。 真理を曲げる自分の都合に合うように真理を曲げてしまう。ええー、神様本当にこの、えー、木の実食べちゃいけないって言ったのそんなことないでしょう。いやいやいや、食べても絶対死なないよ。神様はきっとあなたが神様のようになることをねたんでるんだよ。っていうような風にして、神様の言葉をちょっとちょっとねじ曲げて自分の都合のいいように解釈する。 そして最終的には人々を陥れるわけですね。その人々が、えー、神様から離れていくように、また盗み、破壊し、殺すというのがサタンの目的です。これは8章でも見ていきましたよね。これはイエス様がファリザイ派の人々に言った言葉、私の言っていることがなぜわからないのか。それは私の言葉を聞くことができないからだ。 あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。なぜファリサイ派の人々がそのような態度を取るんでしょうかなぜ嘘をつくんでしょうかなぜ真理をねじ曲げるんでしょうかなぜ素直に事実、真理を認めることはできないんでしょうかそれは彼らが自分の父、悪魔を喜ばせようと思っているからですね。もしかしたら知らず知らずのうちにそれをしているのかもしれない。 私たちが、えー、本当に気をつけなきゃいけないですね、これは。私たちは誰を喜ばせたいんでしょうかそれは天のお父様です。そして、イエス様が言われたように、イエス・キリストが真理であり、真理があなたを自由にするわけですね。真理があなたを自由にする。ですから私たちは、えー、謙虚に、真理を真理として受け止め、 そして、それでも私たちは全てのことがわからないですよね。資格があるから。で、それはそれでいい。資格の中に希望があることを私たちは期待しましょう。で、最後にですね、対比として、この生まれつきに目が見えなかった男性は、じゃあどのように振る舞ったかということを見ていきましょう。このファリサイ派の人々との対,対比ですね。それは、えー、 生まれた時から盲目だった男性っていうのは彼は一貫して自分が見たこと経験したことを語るんですねそして分からないことは分かりませんというふうに素直に認めています例えば、えー、彼は言いましたあの方が私の目にこねた私の目にこねた土を塗りましたそして私が洗うと見えるようになったのですこれは彼が経験したことをそのまま言っているだけですよね あの方が罪人かどうか私には分かりません、はい。自分が分からないことを素直に認めています。ただ一つ知っているのは目の見えなかった私が今見えるということです、はい。これは彼自身が経験したこと、彼自身が知っていることをそのまま言っています。あの方が神の元から来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです。彼自身の経験に基づいた考えを述べています。このように え何が対比かというと、それは、ファリサイ派の人々には自分には資格がないと思い込み、そして自分の思い込みを正当化しようとしていろいろなことをしているんですね。しかし、この目の見えなかった男性は何をしているかというと、それはただ単に自分の経験したことを証ししているのです。だから証しをするということはとても大事、証しを聞くということはとても大事ですね。そして私たちがもしイエス・キリストをどのように経験したのか、どのように知っているのかということを証しし続けるというときには、 迫害するを受けるということもあるかもしれません。そのような時が必ず来ると聖書に書いてあります。迫害を受けたとしても、どのような危険があったとしても、私たちの役割は何かというと、それはイエス・キリストを明かしし続けること、そして真理を真理として受け取ることですね。それをイエス様が可能にしてくださいました。私たちがイエス・キリストを見つめ続けるならば、真理であるお方、 イエス・キリストを礼拝し続けるならば、私たちは真理を愛するようになります。そして、真理にある自由を本当の意味で謳歌することができる。わけですね。ですから、日々私たちはイエス・キリストを見つめ続けましょう。そして、イエス・キリストによって私たちも目が開かれている。神様の恵みに対して、神様の愛に対して。もう嘘をつく必要はない。 ただただ真理を求め、そして真理によって自由を私たちは受け取ろうではありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはあなたを喜ばせたいと願います。なぜなら、あなたが私たちの天のお父様だからです。イエス・キリストにあって、あなたが私たちに真理を与え、そしてその真理が私たちを自由にしてくださることを感謝します。 主をどうぞ私たちがこの自由をあなたの愛のために用いることができますように、あなたを愛し、そして隣人を愛するためにこの自由を用いることができますように。またこのイエス・キリストが自分の命をも手放す自由を持っていたように、私たち自身も私たちの命を手放すことができますように。自由を持って、喜びを持って。なぜならばその時に本当にあなたの命が私たちを満たし、 あなたの希望が私たちに与えられるからです。今はそれが視覚に入っていて見えないかもしれません。しかし、あなたの約束は永遠であり、あなたの約束のうちに、その多くの多くの希望が、計りしない希望が私たちに与えられています。人生のクエスチョンマークの中をあなたを信頼して歩ませてください。また喜びを持って歩ませてください。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。